福王自伝。貧乏家風。 をはばからず「そういうわけで私は若い時から夫人に対してかりそめにも無礼はしないたとえ酒によっても慎むところはきっと慎み女の嫌がるような金句を口外したことはない」情本性で。本で 慎みながら女を相手に話もすれば笑いもして断を自在いつも慣れ慣れしくてその極みは世間で言う嫌疑というようなことを何とも思わぬ血に交わりて赤くならぬこそ男子たるものの本領であるとちゃんと自分に説を決めてあるから男女夜行く時はともし火を照らすとか物を授受するに 手より手にせずとかあんな古めかしい教訓は私の目から見るとただおかしいばかりさてもさても卑怯なるかなそんな窮屈なことで人間世界が渡れるものか世間の人が妙なところに用心するのはさぞ忙しいことであろう自分は個人の教えに縛られる気はないと 自ら自分の身を信じてさっさっと人の家に出入りしてそこにお嬢さんがいようと若い女将さんが一人留守していようとまたは廃盤狼藉の常に芸儀とか何とかいうものが騒いでいようと少しも遠慮はしない酒を飲んで大きな声をしてどんどん話をして酔えば面白くなって戯れているというような風であるから あるいは人が見たらば変に思うこともありましょう「修正外文の評判かえって名誉」そこである時奥平藩の家老がわざわざ私を呼びに起こして「さて言うよう」「そっかは近来 それぞれの家などに毎度出入りして、例のごとく夜分遅くまで酒を飲んでいるとの風文。坊家には娘もあり、坊家はいつも芸儀など出入りして家風がよろしくない。っ家がそんなところに近づいて修正外文とは残念だ。君子は家電に靴を結ばず、理科に冠を立たさずということがある。 年若い大事な体である。少し注意いたしたらよかろうと、真面目になって忠告したから、私はその時、少しも謝らない。さようでございますか。こりゃ面白い。私は今までずいぶん太平楽を言ったとか、恐ろしい高高に話をしていたとか言って、毎度人から嫌がられたこともありましょうが、 しかし、色男と言われたのは今日が生まれて初めて。こりゃ私の名誉で、至極面白い話だから、私はやめますまい。相変わらずその家に出入りしましょう。ここでご注意をこうむって、それで善費を改めてやめるなんて、そんな弱い男ではござらぬ。ただしご親切はありがたい。お礼は申し上げましょうが、 実は私は私何とも思わかえって面白いからもっと評判を立ててもらいたいと言って冷やかして帰ってきたことがあります子どもの活動を妨げず 養育法は着物よりも食べ物の方に心を用い祖福はさせても需要物はきっと与えるようにして9人とも幼少の時から対応に不足はないまたそのしつけ方は恩和と活発等を胸とし大抵のところまでは子供の自由に任せる例えば風呂の湯を熱くして無理に入れるようなことはせず 末風呂のそばに大きな水桶を置いて子どもの勝手次第にぬるくも熱くもさせる全く自由自在のようなれどもさればとて食べ物を勝手に任せて何品でも食い次第にするというわけではないまた子どもの体の活発を祈れば室内の装飾などはとても手に及ばぬことと覚悟して 障子から紙を破り、書道具に傷をつけても、まず見逃しにして、大抵なぼうには大きな声をして叱ることはない。ひどく強情を張るようなことがあれば、父母の願宿を難しくして睨むぐらいが頂上で、いかなる場合にも手を下して打ったことは一度もない。また、親が実施に向かっても、嫁に接しても、また、 兄、姉が弟、妹に対しても名を呼び捨てにせず、家の中に玄父、父母の区別なく、玄といえば父母共に玄なり、父といえば父母共に父なり、一家の中はまるで法友のようで、今でも小さい孫などは、おっかさんはどうかすると怖いけれども、おじいさんが一番怖くないと言っている。 世間並みにすると少し甘いように見えるが、それでも私方の孫に限って別段にわがままでもなし、長所を戯れながら長者の真面目に言うことはよく聞いて逆らうものもないから、あまり厳重にせぬ方が利益かと思われる。 死女の間に軽重なしそれからまた私に9人の子供があるがその9人のうちに軽重愛想ということは真実ちょいともないまた四男五女のその男の子と女の子の違いのあられようわけもない 世間では男子が生まれると大層めでたがり女の子でも無病なればまずまずめでたいなんておのずから軽重があるようだがこんな馬鹿げたことはない女の子なれば何が悪いか私は9人の子がみんな娘だって少しも残念とは思わぬただ今日では男の子が4人 女の子が5人、良い塩梅に振り分けになっていると思うばかり、男女、幼少、腹の底からこれを愛して、うのけほども分け隔てはない。道徳学者はややもすると世界中の人を相手にして、一子同人なんて大きなことを言ってるではないか。まして自分の産んだ子供の取り扱いに、 一子同人ができぬというような浅ましいことがあられるものかただ私の考えに僧侶もその他の子供も同じとは言いながら私が死ねば僧侶が相続する相続すればおのずから中心になるから財産を分配するにも他の子供に比較して一段手厚くしてまた何かものがあって 兄弟中誰にもやりようがない、ただ一つしかないというようなものは、僧侶の一太郎がとってよかろうというくらいなことで、その他には何も変わることはない。例えばこういうことがある。明治十四五年の頃月日は忘れたが、私が日本橋の知る人の家に行ってみると、その座敷に金屏風なの、蒔絵だの、花池だの、後て後て一 に並べてあるこれは何だと聞いてみればアメリカに輸出する品だというそれから私がふとした出来心でこの品を一目見渡して私の欲しいものは一品でもない皆不用品だがまた入用といえば一品も残さず皆入用だとにかくにこれをアメリカに積み出していくらの金になればいいのか それは知らんけれども、売るといえば皆買うがどうだ。買ったからといってそれをまた儲けて売ろうというのではない。家にしまい込んでおくのだというと、その主人もただの主張人でない。なるほどそうだな。こりゃあ名古屋から来たものであるが、アメリカにやってしまえばこれだけの品がなくなる。お前さんのところにやればなくならずにあるから売りましょう。 そんなら皆なかうと言って、22300円かで何百品あるか、ろくに品も見ないで皆なかってしまったが、それから私がその品を見て楽しむではなし、品柄もよく知らず、数も覚えず、ただ邪魔になるばかりだから、5、6年前のことでした。9人の子供に分けて取ってしまえと申して、子供がワイワイ寄ってその品を 九に分けて、それを九時で取って、今では皆子供が命名に引き受けて、家を持っているものは家に持っていくものもあり、まだ私のところの土蔵の中に入れてあるものもある、というのが、およそ私の財産分配法で、いかにもその子に孔を吐く、熱い薄いというものはちょいともないのですから、 子供の中に不平があろうったってあられたわけのものでないと思っています西洋流の遺言法に感服せず近代遺言も書きました遺言のことについてはよく西洋の話にある主人の死んだ後で 遺言書を開けてみてわっと驚いたなんていうことは毎度聞いているが私は甚だ感服しない死後に見せることを生前に言うことができないとはおかしい必胸西洋人が習慣に迷うてバカをしているのだ俺はそんなバカの真似はしないぞと言って家内子供に遺言の書きつけを見せて この遺言書はタンスのこの引き出しに入っているから皆よく見ておけまた説が変わればまた書き換えてまた見せるからよく見ておいて俺の死んだ後で争うような卑劣なことをするなよと申して笑っています体育を先にす。 さて、また、子供の教育法については、私はもっぱら体の方を大事にして、幼少の時から強いて読書などをさせない。まず、重心をなして、後に人心を養うというのが私の主義であるから、生まれて3歳、5歳までは、いろはの字も見せず、7、8歳にもなれば手習いをさせたりさせなかったり、まだ読書はさせない。 それまではただ暴れ次第に暴れさせてただ異色にはよく気をつけてやりまた子供ながらも卑劣なことをしたり卑しい言葉を真似たりすればこれをとがむるのみその他は一切投げやりにして自由自在にしておくそのありさまは犬猫の子を育てると変わることはないすなわちこれが まず重心をなすの方にして幸い犬猫のように調整して無事無病89歳か10歳にもなればそこで初めて教育の門に入れて本当に毎日時を定めて修行をさせるなおその時にも体のことは決してなおざりにしない世間の父母はややもすると勉強勉強と言って で子供が静かにして読書すればこれを褒めるものが多いが私方の子供は読書勉強をしてついぞ褒められたことはないのみか私は反対にこれを止めている子供はすでに通り過ぎて今は幼少な孫の世話をしているがやはり同様で年齢不似合いに遠足したとか 充実体操が偉くなったとか言えば褒美でも与えて褒めてやるけれども本をよく読むと言って褒めたことはないすでに20年前のことです子女幼児の記事また私の考えに 人間は成長してのちに自分の幼年の時のありを知りたいもので他人はいざ知らず私が自分でそう思うから筆まめなことだが私は子供の生い立ちの模様を書いておきましたこの子は何年何月何日何分に生まれ三の何位はうんぬん幼少の時の健康はかくかく気質の強弱 生まれつきの癖などざっと荒ましい騎してあれば幼少の時の写真を見ると同様この描いたものを見れば成長の後第一面白いに違いないおのずからまた心得になることもありましょう私などは不幸にしてジッの顔も知らず映像に写したものもなしまた私がどんな子供であったか 母に聞いいいたたばかりで書いたものはない少年の時から長老の人がそんな話をすると耳を傾けて聞いてただ残念にばかり思うて一人身の不幸を悲しんでいたから今度は私の番になってこの通りに自分の伝を起して子供のためにしまた千年子供の生い立ちのことをもしたためておいたからまず遺憾はないつもりです。 「三百何十通の手紙」「また親子の間は愛情一っで何ほど年を取っても互いに理屈らしい議論は無用の沙汰である」「これは私も妻も全く同説で親子の間をなるだけ離れぬようにするばかり」「例えば千年 長男次男が6年の間アメリカに行っていましたその時にはアメリカの郵船が1週間に大抵1度時としては2週間に1度というぐらいの往復でしたが子供両人の在米中私は何か要用の時はもちろんたとえ用事がなくても毎便必ず手紙をやらないことはない6年の間何でも 三百何十通という手紙を書きましたが、私が手紙を書き話しにして、家内が競合型になって封じてやるから、両親の親筆に相違ない。あちらの子供両人も、飛脚船の来るたびに必ず手紙をよこす。このことは両人出発のせつ、固く申しつけて、留学中手紙は毎便必ず必ず出せ。 用用ががななければ用がないと言ってよこせまた学問を勉強して不思半盛の色の青い大学者になって帰ってくるより筋骨たくましき無学悶々なものになって帰ってこいその方がよほど喜ばしいかりそめにも無法なことをして勉強しすぎるな倹約はどこまでも倹約しろけれども 健康に関わるというほどの病気か何かのことにつき、金次第でどうにもなるということならば思い切って金を使え。少しも構わぬからと、こういうのが私の命令で、そんなことで6年の間学んで二人とも無事に帰ってきました。